亡くなりました。ただいまより駒宮幸男先生の最終講義を行います。私本日主催をしております、内学専攻の常幸先生の説明をしております。それでは、初めに駒宮幸男先生のご略歴をご紹介申し上げます。駒宮先生は昭和46年1971年3月に東京学芸大学附属高等学校を卒業され、4月本学理学理科中医にご留学されました。その後理学部物理学科理学系研究科物理学専攻修士課程博士課程へと進学され、博士課程在学中の昭和54年7月に現在の素粒子物理国際研究センターの前身である本学理学部素粒子物理国際研究施設の助手に採用されました。昭和57年1982年1月に理学博士の博士号を取得され、同年2月ハイデルベルク大学物理学研究所の研究員になりました。昭和61年1986年7月にはスタンフォード大学スタンフォード線形加速器センター研究職員に移動され、平成2年1990年11月素粒子物理国際研究センター助教授として本学に戻られました。その後同センター教授を経て、平成11年1999年8月には理学系研究科教授になられ、素粒子物理学の研究と物理学専攻の教育に貢献してこられました。この間、平成12年、2000年の4月から、2017年の3月までは素粒子物理国際研究センター長を併任されました。またこれまでに高エネルギー委員会委員長、リニアコライダー国際推進委員会の初代委員長を任されるなど、まさに、日本の素粒子物理学研究における顔として、日本を代表する一人としてご活躍されてきました。この度3月末をもちまして本学を定年して退職されることになりました。4月からは早稲田大学理工学術院総合研究所の上級研究員としてご活躍されていると伺っています。本日は素粒子物理学の大展開、11月革命からリニアコライダー建設へというタイトルで講義を願います。それでは本日の先生、ご紹介誠にありがとうございました。これは違う、これは、駒宮でございます。今日はですね、砲弾最終講義というのを話したいと思います。ここにございますのは多分皆さんご存知だと思いますが、関西地方でよく使われるですね、クッキングインストゥルメントですね。そこにまあこういう標準理論の素粒子を全部当てはめたらヒッグス粒子だけが余ったという非常につまらない、これも何回も見せてるのでお前の話をそのギャグはもう何回目だとかそういうことを言ってはいけません。これなしです。で、こちらはまあリニアコライダーですね。で、今日はまあこういう砲弾最終攻撃というのが、これは私の目的でございます。で、この最初の1枚だけはですね、普通の一般人で分かるやつですね。あとはもう容赦なく物理の話をします。で、まず我々のですね、全ての物質というのは、まあ、分子とか原子でできているわけですね。例えば水は H2O ですから、2つの水素原子が、まあ、酸素原子にくっついているんですね。で、酸素原子はどうなっているかというと、真ん中にですね、原子核があって、その周りを8つの電子が回っているわけですね。で、水素原子は非常に簡単で、一発の陽子の周りに電子が回っている、そういう形になっています。で、この原子核というのは陽子と中性子でできております。で、このサイズなんですが、この原子とですね、この陽子、このサイズというのはですね、大体10万分の1くらいなんですね。というのは、このサッカー場とですね、のみって最近見ませんよね。僕の小さい頃はいたんですけどもね。大体だから小さな砂粒と思ってください。
それがこのウェンブレーサッカー場の真ん中にポツッとあると。でそいつがほとんどの質量になっているわけですね。でこの辺は全部ガラガラなわけです。でそれがあの原子なんですね。ですからスカスカだということです、原子は。で戻りまして、でこの実はこの陽子とか中性子、これ昔はこれは素粒子だと思われてたんですが、1960年代にですね、これがコークからできているということが分かって、でこのコークとですね、実はここを回っている電子が同じレベルの素粒子であろうということがその次に分かってきたんですね。というのが前置きでございます。で、あの我々素粒子物理学のビジョンですね、これは要するに宇宙の森羅万象の基礎となっている法則を解明したい。でそれはあの物質、力、時空、これらの根源は一体何かとですね。で、まあ、その研究対象は物質に対応してはこの点が素粒子ですね。このグニョグニョグニョって言ってるのはこれが相互作用ですね。だからその器であるところの真空というものが我々の研究対象です。でこのような哲学的な疑問をですね、サイエンスで解明したいというのが我々の野望でございます。もちろんそれが分かったからといってですね、物性物理、物性物理というのはもっと数が増えるわけですね。いろんなものの数が増えると状況が変わるということでございますので、more is different とかなんか分かんないことを言ってる人がいますが、そういうことです。それからあと生物の進化、こういうものはですね、この素粒子をやってもよく分からない。それからもちろん株価とか政治の動向ですね、そんなの分かるわけないわけです。経済学も分からないです。なぜかと申しますが、こういう電子とかそういうやつというのは全てですね、同じ、全く同じなんですね。人間はみんな違うんですね。だから意思を持ってないんですね、こういう人たちは。こういう人じゃない、こういう粒子はですね。それだからそんなもので経済なんかを説明しようと思ったら、とんだ間違いをするということでございます。で、まあ、11月革命。11月革命というのはこれですね。ウラジミール・イリッチ・レーニンです。だからこれはレオン・ダビドビッチ・トロツキー。こういう人たちが起こしたのが、11月革命だ。でも僕の言ってる11月革命ってこれじゃないんです、こっちなんです。でこれは素粒子物理では11月革命っていうとこっちなんです。でこれは1974年の11月にジェープサイという粒子が見つかったんです。でこれは一方はアメリカの東海岸と西海岸でほとんど同時に見つかったんです。で、この西海岸の方はですね、電子と陽電子をぶつけて、でこのジェープサイという粒子を作ったんですね。でこれが崩壊した形がこうなんかプサイみたいに見えるからプサイと言ったんです。だからこちらはですね、実は標的に粒子をぶつけて、それでジェープサイを作って、それが壊れると、それが電子と陽電子に壊れるというのを見たんです。ですからこれとこれは全く逆のプロセスで全く同じ粒子を見つけたということなんですね。でこれがなぜすごいかというと、これはチャームと反チャームというそういうコークの結合状態で、これでもってコークとレプトンが物質を形成する基本粒子であるということが、まあ実験家にも分かったんですね。でこれはその東海岸で見つけた方が J っていう名前をつけたんですが、これはですね、実はこのサムティンという、中国系のアメリカ人がですね、自分の漢字が蝶っていう字だったんですね。で蝶と J と似てるから J っていう名前にしちゃったんです。でこれどっちも譲らないんで、今でも J プサイと J オーバープサイという名前になってる。でチャームコークの予言なんですが、その電子の仲間のレプトンという方はですね、電子がいて、それから宇宙船から降ってくるミューオンというのがいいですね。でそれに伴ったニュートリノというのが存在するということが分かってたんですね。で一方コークの方は、これが陽子とか中性子を作っている U とか D で、その他にもう一発 S っていうのがあるということが分かってたんですけど、ここがなかったんですね。だからこのコークとレプトンがもしかして同じレベルの素粒子だったら、ここに何か存在するべきだと。でもちろんその他にもうちょっとサイエンティフィックな意味付けもございましたけども、まあ本質的にはそれですね。ですからこの粒子をみんな探してたわけで、でそれが実はチャームだったんですね。でその探す方法っていうのはいくつかございますが、一つはですね、コークがいくつかあるかっていうのは、この電子と陽電子をぶつけてですね、それからコークと反コーク、またはミューペアですね、これの生成確率の比ですね。それからコークどんなコークがいるかと分かるんです。
実はですね、この工具の殿下、陽子の殿下を一とした時の工具の殿下ですね、これは、分数なんです。3分の2とかマイナス3分の1なんです。でそれの事情の和、それが分かるんですね、この日によって。で工具が3つだけだった場合は、3分の2で、3つプラスこれはカラーファクターというのがあるんですが、その場合は2と、それからチャームもあって4つの場合は9分の10と、でカラーファクターがある場合は3分の10ということになるんです。みんなこれを電子陽電子のコライダーで測ってたわけですね。これがまあ11月革命の前夜です。1974年の11月に見つかったわけですが、これは夏ですね、夏のロンドンでの国際会議です。でこっちが実験の話で、こっちが理論の話なんです。で実験の方はですね、なんかその R バリューがどん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 上がってるみたいな、まあ、本当の答えはこれなんです。でも実験値はですね、なんかこう直線的に上がってるというので、先ほどのジェープサイ見つけたバートン・リヒター先生はですね、 R は衝突エネルギーの事情に比例して増加しているので、パートモデルは間違いだろう、変なこと言ってたんですね。だからこの理論の先生はですね、これジョン・エリスっていう人なんですけども、まあゼロからですね、ほとんど無限までバリエーションがあるというので、まあこれが本当の正しい答えだったわけですが、あと私の師匠の一人のですね、オリト先生っていうのもなんかいい加減の予言されてますよね。だからこの寺澤先生っていう、この人はねかなりすごい人で、この人は格言の先生だったんですけど、色即是空ってのありますよね。あれで色っていうのは色ですよね。色っていうのはこの工具のカラー、それから空っていうのは空間の空ですね。両方とも3次元だと、両方とも3だと。でこの折戸先生がついに寺さんも狂ったかとおっしゃってました。でまあ11月革命が起こってですね、このバートン・リヒターが、後でノーベル賞をもらうんですが、これが測定器なんですね。でこの測定器っていうのは非常に先見的な測定器で、4π測定器っていって、この電子と陽電子がぶつかるところを全部囲うんですね。でそこから出てきた粒子を全部拾うという非常に先見的な測定器だったんですね。でその少し前にですね、実はこの工具がまだこの3つしかいない時代にですね、この先生はまあ小林先生と増川先生っていうのはかなりぶっ飛んでてですね、工具が6つあるんだと、はったりみたいなことをおっしゃったんですね。でまあ彼らはそのほとんどみんな冗談としか聞かなかったと。で、まあ、自分たちも冗談として6つあるって話してたとおっしゃって。で、この増川先生というのはちょっと変わっててですね、俺はノーベル賞を取っても絶対万歳なんかしてやんないっていうんで、道頓堀のあたりからこう万歳してるのを持ってきたんですね。そしたらですね、このところにですね、コークって書いてある。これはまあものすごい発見なわけですね。これが私がですね、東大に願書を出しに行った、出しに行ったかもらいに行ったかよく覚えてないんですけども、そういう日ですね、まあ、1971年の冬ですね。でこの頃はまあこういう立て看がいっぱいあって、私の今日のですね講演の立て看もこういう4枚立て看にしてくれって言ったら却下されました。で私はですね、先ほどその入学からですね、この卒業大学院まではですね、あんまりディーテールを語らなかったんですね。その理由はどうしてかというとですね、私は1年留年しているからなんですね。でこれ大学入ってすぐはですね、私は勉強よりもですね、何しろ学費が上がると、学費がですねその当時1000円だったんですね。それが30倍にも何十倍にも上がるという話があって、まあ学費もやばいと、それからベトナム戦争もやばいと、沖縄もやばいと、そういう三大話があったんで、まあ、ちょっと勉強あんまりしてなかったんですね。で、まあ、留年してですね、3年目の駒場になって、あ、これはやばいと、これはもうどこも留年しても進学できないぞとなって、まあ、必死になって勉強したらですね、夏にですね、地熱が出たんですね。で、この今ある第三内科のこういう病棟ですね、ここがですね、恋愛室なんですね。恋愛室の上のこの部屋に隔離されたんです。で隔離されてですね、ここに最初の1週間隔離されて、それで隔離が解けたんで高校のお友達を電話で呼んだんですね。
したらまあ悪いやつがいっぱい来てですね、それでここで海パンに履き替えて二色のプールに行くやつとかですね、とんでもないやつがいっぱいいたんです。でその他にですね、なんかあの水筒に酒を持ってくるやつとかですね、まあそういう感じでいたんですが、テレビではですね、その時ちょうど江川卓の作新高校の野球ですね、から近代中拉致事件というのが放映されてました。そういう時代でございます。でそれ でなんとかあの、まあ、薬学科に潜り込んだんですが、進学不利益の時にですね、私の上にですね、実は2人いて、あのそのままだったら物理学科行かれなかったんですね。でもあの絶対こいつらはビビってやめるだろうと思ってですね、出したら通ったんですね。で実はあの私の師匠のですね、小柴先生というのは物理学科を出た時はビリだったとおっしゃってるんで、彼はでもしょうがないんですね。彼はお父さんがですね、あのまあその軍人だったんで職がなかったんですね、あの戦後で。彼がいろいろ働いて、それでうちの人を全部食べさせてた、そういうアルバイトやった。で僕はそうじゃなくて、ただ成績が悪かっただけですね。で、あの、で何しろ、彼は出た時ビリ、僕が入った時ビリということですね。でここであの、まあ、この辺の先生いらっしゃるんですが、ここはまあこれがまあ、何十年後ですね。でここにいるのは多分藤森先生ですよね。ここにいるのが宮下先生ですね。藤森先生全然変わってないですね。宮下先生圧倒的変わってますよね。私はただあのここにちょっと黒いのはですね、これスキー行って日焼けしてるだけです。私はただ太っただけです。でこれがあの大学院の入試の時の写真ですね。で私はこの師匠は小柴先生なんで、これなんかあのゴッドファーザーの一場面のような感じでございますけれども、これはあの小柴先生がですね、実はあの東京ハイデルベルグマンチェスターグループをあのまとめてですね、でジェイドというグループを実験ですね、これをデジーに提案した時なんですね。でまあこのグループからはですね、多くの成果を上げましたが、グルオンの発見というのが一番大きな成果でした。でそのジェイドという実験に私は入ったんですが、まあ、これ大学院生の時ですね。で大学院生の時はですね、そのジェイドと実験の鉛ガラス、電磁カロリメーターを、東大が担当してありまして、戸塚洋二先生ですね、彼はあのその後宇宙船研の所長になったわけです。彼がまだ助手の時ですね、彼と一緒に、高電子増倍管の原因をですね、プラスマイナス 1% 以下に制御するために、計算機制御によるハイボルテージディストリビューションシステムというのを作って、それを修士論文にしたんですが、まあ、私もいろいろそのドジでですね、200万円ぐらいのオシロスコープにですね、高電圧をかけて壊しちゃったんです。こういうあの波がシューンとこまで集まって、これやべえなと思ったらですね、案の定戸塚先生がお前なんか窓からほっぽり出してやる、この先生は空手ができんでね、やばいんですよね。空手ができる以上にですね、彼はですね麻雀も強いんですね。で戸塚先生はですね、彼もまあ1年麻雀と空手であの留年したんですけども、彼はですねあの本郷三丁目でですね、あと3人集めて、それで雀荘の方、学校と反対の雀荘の方に行っちゃうんです。それであの麻雀をやって学士を稼いでたという美しい話なんです。で、まあ、それでまあ修士論文取ってですね、であとその後、博士の2年でですね、あのどういうわけか助手に採用されまして、これ素粒子物理国際協力施設って施設のことを言われてたんですね、その頃は。であの現地デイジーに滞在してですね、まあ実験やったわけです。で博士論文はスタディオンハドロンプロダクションに2プラスマイナスアナリシンアクペトルエナージー、まあしょうもないような論文ですね。でまあその頃はあのこの3月あ11月革命を率いたですね、牽引したこのサムティン先生とかですね、いろんな先生がいらっしゃった。でこの先生はまあかなり変わってる先生ですね。この先生の話をするとですね、大変長くなんでやめますが、小柴先生ですね、これが西村君という素研に行ったやつですね、今はバークレーで加速器やってます。で、そのハイデルベルグにですね、私はあのポスドクとして、ドクター終わった後に就職したんですね。で、現在 LHC でも探されている、
超対小星粒子の系統的な探索とかですね、イグス粒子の探索をですね、世界に先駆けて行う。これこのペーパーはですね、私が早稲田大学に就職するときに使ったんでね、結構持ってるところがございますんでね。で何しろインターナショナルレプトンシンポジウムですね、こういうところで話したり、スラックサマースクールっていうところで招待講演をやってしてて、それで比較的目立ったんで次の就職があったということですね。でこれはちょうどそのレプトンフォトンコンファレンスの時なんで、これは私の友人のフランソワ・ルディベルデールさんという人で、この人がその奥さんなんですね。でこの奥さんはですね、実に私とですね生年月日が全く同じなんです。でフランソワさんの方が実は4つぐらい若いんですね。フランソワさんと結婚するときにですね、フランソワさん年知らなくて、それで結婚しようって言ったときに、フランソワさんがですね、本当の年を聞いてですね、ちょっと待ってくれと、2、3日待ってくれと言ったそうですね。でこの時はですね、これまあバンケット会場ですよね。でこの時はですね、このバンケットの前に西川先生っていうですね、KEKのですね、機構長じゃない、所長か、その先生がすごく長い話をされまして、みんなもうイライラしてですね、一人ディック・テイラーっておっさんがですね、寿司っていう方に走ったんですね。そしたらみんなですね、寿司、天ぷら、うわーっと言って、もう収拾がつかなくなって、それで、でもそれで皆さん、その先生の話聞かなかったというで、ね。で、その他の研究としては、ハイアオーダー QCD の研究をやったんですね。まあ、これはまあ、どうでもいいです。で、そのハイデルベルグ原人、私は何しろハイデルベルグにいたんで、みんな自分たちのことをハイデルベルグマンと言ってたわけですね。は、よく働くが考えないんです。それはどうしてかというと、例えば例1としてですね、このジェットチェンバーとなるんですね。でこれは当時ですね、最先端のドリフトチェンバーだったんですが、このところにこうワイヤーを張るんですね。でこれは今のセルンの所長のホイヤー君というのがこう、一つ前の所長ですね、一生懸命張ってるのを見てんですね。でこれは物理学研究所というのはですね、実はこのハイデルベルグの非常に風光明媚なネッカー川のですね、川の上にある、丘の上にあるんですね。でそこのフィロソーフェンベーグ、哲学の道にあるですね、1900年代初頭の非常に立派なこういう石造りの建物なんです。この中で作ったんですが、こいつらはこれの直径をですね、間違ってたんですね。で出なかったんですね。しょうがないからこう削ったんですね。かなりアホですよ。それからもう一つはですね、これちょっと本当かどうか分かんないんですけども、セルンでハイペロンの実験等をというのをやってですね、実験ホールの奥の方にですね、大型電磁石を設置すると。そこをクレーンを乗り換えてこう何回も行かなきゃいけないんで、すごい時間かかるんですね。1週間ぐらいかかる。それで1週間かかってクレーンを駆使してその場所まで持ってったけど、場所が狭いことが分かってですね、また1週間かかって元に戻った。これがハイデルベルグですね。で彼らは非常にですね、冗談が好きなんですね。でこれはその後にずっと後の写真なんですけど、これはまあ同窓会の時の写真ですね。これがそのハイデルベルグの その悪い連中ですね。でこのソフトウェア専門のこの先生がですね、この先生あんまりハードお得意じゃないんですね。でコンピューターターミナルで、まあ、働いてたんですね。でその頃のディスプレイっていうのはブラウン管なわけですよね。ですからマグネットなんか入れるとですね、像がこうふにゃっと曲がるんです、ね。でまあ悪い学生がですね、そのターミナルの横にマグネット入れたんです。そしたらこっち像がシュワッと曲がるんです。でこの先生はやばいと思って誰かを探しに行ったんですね、エキスパート。そしたらその際に逆の方に入れたんです。でこの逆の方にふにゃっと曲がるんですね。でもうしょうもないと思って IBM に電話したんですね。 IBM に電話したらその学生がですね、マグネット外したんですね。で IBM の人が来た時は何もなかったと、アホみたいな話です。でもう一つはこのハインツェ先生っていうの、この人もなかなか冗談がわかる人で、でハイデルベルグ大学のこの人が大ボスなんですね。でこの先生はハンブルグのデイジーにですね、まあ、我々がサポってないかどうかですね、寝台車でよく見に行くんです。朝寝台車で来て、また夜向こうに寝台車で帰るんです。で教授はですね、またグループの一つの物理屋がですね、バカな物理屋がですね、遮蔽用の鉛ブロックって11キロぐらいのこのくらいの大きいやつがあるんです。それをこの先生のカバンに入れたんです。
そしたらまあ何事もなかったようにおっさんは、おっさんじゃない、教授はですね、それを持って帰ったんですね、寝台車で。でところがですね、数日経ってその物理はですね、ハイデルベルクから梱包されたその鉛ブロックがですね、自分に郵送されてきたことを知って、教授はその自分のやった冗談に付き合ってくれたというのが分かったと。バカみたいなんですね。で、まあ、我々ドイツではサッカーやってましたね。でサッカーやってて、我々 の実験グループというのは全部で5つなんですけども、僕らのグループというのはかなり強かったですね。というのはマンチェスターのやつがいいんですね。この3人のマンチェスターのやつらがですね、めちゃくちゃうまかったです。で僕らはもうどんなセンタリングしても、こいつが胸でトラップしてどっか入れてくれると、そういう感じでした。でここで何人かいるんですけど、こいつがですね、さっきの磁石を仕組んだマンフレッド・ツィマーですね。でその前にいるこの松村さんという、この人もなかなかすごい人なんです。この人は技官なんですね。でこの人の話をしていると多分1時間ぐらいできると思います。でも今度ちょっと本を書こうと思っているんですが、まあ、一部だけご紹介します。でこの人はですね、まあ、優秀な、エレクトロニクスのエンジニアなんですね。で彼はですね、東京オリンピックの年1964年に東大物性研の先生と喧嘩したんです。多分女子か技官かなんかだったんですね。それで家族で移民船でもってブラジルに渡ったんです。でアエゲテレフン県というドイツの会社に就職して、でそこでドイツ語を習って、でそのドイツの新聞を見てますと、まあ、新聞が読めるぐらいドイツができるようになったんですね。でハイデルベルク大学にそういうエレクトロニクスのエンジニアを募集してるっていうのを見つけてですね、じゃあちょっと行ってみようかと、まあ、面接にハイデルベルクに行ったんです。そしたらそのハインツ先生がですね、こいつはできるというのをすぐに見抜いてですね、明日から来いと、ブラジルに帰っちゃったらどうせ戻ってこないからね、でしょうがないんで家族をブラジルから呼び寄せたという話です。でこの人はですね、かなり反権力で外人警察、アウスレンダーポリサイとかこういうの大嫌いなんですね。それをおちょくるのが大好きなんです。でまあそのドイツの法則を法律をですね、徹底的に勉強しておちょくってたんですが、ある時ですね、国外退去されちゃったんですね。でハインツ先生にどうしましょう、国外退去されましたって言ったら、ハインツ先生はそしたらセルンはスイスだからセルンに行ってちょっとほとぼりが冷めたら戻ってこい、そういう感じですね。昔はこういう感じだったんですね。で彼のパスポートっていうのはまたすごくて、一時旅券なんです。一時旅券っていうのは1回しか旅行できないんですね。でどっか行くときはそこに付加してもらうんですね。で領事館に行ってハンコもらうんです。でハンコもらうときに、まあ、ハンブルグの日本領事館に行ってその行き先を付加してもらうときにですね、国外退去をされたことがありますかっていう、そういう質問があるんですね。その質問をですね、当然彼はチェックするんですね、国外退去をされたことがあるから。でそしたらですね、その領事館の役人がですね、こんなことされては困るんですよと言いながらですね、砂消しでチェックマークを消してたと。でも松村さんはだって国外退去されたことがあるんだもん感じですね。だから彼はですね、まあ、ドイツ語が非常にできるので、ドイツ語の分からない日本人には一般に親切なんですが、人によってはですね、遊ばれる時があるんですね。で東大の原子核研究所から来たですね、真面目な物理屋さんがですね、電気会社から何か手紙が来ていると、それ実は電気代滞納の督促状だったんですね。で松村さんにこれ一体何ですかと聞いたら、松村さんはこれは大変だ、ろうそくをいっぱい買っておきなさいと言ったらしいですね。まあ、だからそういう人がいたんですね。でこれがそのジェイドグループ の同窓会ですね。このグループはですね、全部で60人ぐらいいたんですけど、結構な出席です。で、まあ、結構まあ、偉い人がいて、この人はまあセルンの所長でしたね、その当時のホイヤー。でこの人はマックス・プランク研究所の所長ですね。それからこの人はデイジーの所長ですね。それからこの人はですね、神戸大学の今学長ですね。でこの人にですね、私はよくいじめられましたね。この人はですね、駒宮君頭にかける眼鏡はないよとかね、わけのわかんないこと言うんですけどそういう悪い親父ですねこいつはね。それでこれは小林先生、川本さんなどなど、これは私のハインツさんというボスですね。でここにちらっと見えてるのが先ほどの松村さんですね。ででその後まあスラックに行ったんですけども、
その理由はですね、セルンの列夫っていうのがですね、その次にあの Z0 という粒子のところで走るという、そういう列夫というマシンができるという話なんですが、それより先にですね、アメリカのスタンフォードの方に、このスラックリニアコライダーこういうのができると、でこれがですね Z0 を先に作るんだという話があったんで、でまあ、あの、若い研究者の、まあ、憧れだったんですね、その時。で私はあのうまくそこに潜り込んでですね、それであの研究したんですが、行ったらですね、もうアグレッシブなやつばっかりだった。お前一体何しに来たんだそういう感じでみんな言うんですね。であのドイツではですね、私は英語はパーフェクトだと思ったんだけど、ここに行ったら全然通じないんです。これやばいと思ってですね、しょうがないからスタンフォード大学の方に行っていろいろと英語を教わりましたけど、で何しろカリフォルニアの光はですね、ハンブルグって暗いですからね、眩しくて目が開けていられなかったですね。で、SLC っていうのはまあ安いですが、そのシステムがあまりにこう複雑なんですね。同じところからこの電子と陽電子をこう加速して別のバケットに乗せて、それでこうぶつけるわけですから、非常に複雑なんですね。でこのアークの部分っていうのはとりわけ複雑 でこの峠さんという人がそれをそこのところやってたんで、あの私もそれをかなり、手伝いました、ね、でこれはあのその手伝ってる間にですね、なんか邪魔してきた悪いやつがいるんですね。こういうこの人はあの人生は一般に相対論とかいうそういう本を書いてる、この人はあの物性理論の真面目な先生ですね。でまあその1989年の4月にですね、この SLC っていうのは、ちょっと待って、これ何分あるの、今まだ30分だよね、ああまあいいや、稼働してですね、これ4月13日に稼働したんですね。なぜ4月13日っていう数をエキザクトに覚えてるかっていうとですね、その日はちょうど私がですねスピード違反で裁判所に行かなきゃいけないという日だった。で、実はこの前にですね、UC デイビスっていうサクラメントの近くにのあるそこまでですねセミナーをやりに行ったんですね。でその時にガバメントカーって言いまして、ガバメントの自動車ですね、そのガバメントっていうプレートがついてれば絶対におまわりに捕まらないってこいつが嘘をついたんですね、こいつが、峠君が。で僕はそれを信じてですね、行きは良かったんですが、帰りにですねピューッと走ってきたんです。で、インターステートの80っていう道があって、そこのところをビューッと走ってきたんですね。そしたら後ろからですね、なんかピカピカうるせえやつが来るんですね。でやべえと思ったらやっぱおまわりでですね捕まっちゃったんですけど、それは軍のおまわり、カウンティーポリスなんですね。ガバメントカーが何たるかを知らないようなやつが捕まっちゃった。それはいいんですが、私はその80っていう看板を見て、私なしは80マイルで走ったなんて、ほら80って書いてあるじゃないかって言ったらですね、最高のジョークを言ったと思ったのに、そいつがカンカンに怒り出してですね、それでお前はコートに行くか金を払うかどっちかにしろと、コートに行くのは4月13日だって言ったら、それで4月13日を覚えてですね。で実はその4月13日はいいんですが、そのちょうどこの、最初の Z0 がですねこの出た時に、先ほど のフランス人のフランソワさんって言いましたよね、彼はすごい真面目な人で、自分のオフィスに入ってですねなんか計算してたんですね。で周りで Z0 って言ってるのをですね気がつかないんですね。で次の日に、昨日 Z0 すごかったねって言ったら、一体何の話って言ってね、それでなんで俺に教えてくれないんだって怒ってるんです。まあそういうバカなやつですね。でそれ でどこまで、そうで、ここでは何しろエネルギーフロンティアでですね、ヒックスなどの新粒子探索というのをやったと同時、 QCD の研究をやったんですね。でこれはランニングアルファエスといって、エネルギーが変わるとこのカップリングが変わるっていうやつですね。これをまあ、低いエネルギーでやった時と高いエネルギーでやった、これをまあ測ったと。でこのマーク2グループっていうのはですね、たった Z0500発でですね、まあ半年で24個のペーパーをですねフィジカルレビューレーターに出版したんです。ところがですね、1989年の10月にサンフランシスコ地震が来て壊滅的な打撃を受けたんですね。でこのマーク2のグループはほとんどスラックの
磁気計画の B ファクトリーに移ったんですけども、まあ、B ファクトリーはまあ低いエネルギーなんで、私は何しろ最高エネルギーの実験をしたかったんで、東大の素粒子センターにもう一回就職してですね、でまあ別府に行くことにしたんですね。でこれ500発っていうのはですね、どのくらい少ないかっていうと、別府でこの次に我々が集めた Z0 の数っていうのはですね、500万なんです。1万倍に違うんですね。でその頃、まあ、日本では、トリスタンという計画があってですね、これやっぱり電子陽電子の計画なんですが、これはですね、この辺のところが、まあ、我々がやってペトラの実験で、このところが SLC とかあのレップのところですね、 Z0 の上だから非常に衝突確率が大きいんです。衝突断面積が大きいんです。で、トリスタンというのはこの一番低いところなんですね。本当はここに行きたかったのに、これ半径がちょっとちっちゃかった、上まで上がれなかったんです。だからあの哀れやな Z の下のトリスタンっていう、当局に対する忖度により不正事になっています。でしかしですね、これはあの森先生とかあのそういう先生がここでやってたんで、これあんまり悪口言えないんで、しかしですね、世界に先駆けてですね、超電導加速空洞っていうのをここで作ったんですね。でその建設でやっぱり世界の頂点に立ったんですね。ですから1986年から89年 Z0 の、 あの、スラックが走るまでは、これはまあ世界一の、マシンだったんですね。でなおかつスーパーコンの、加速空洞ですね、これは、ま、あの今まさにそのリニアコライダーで使おうとしているやつ、こういうのをここでまさに開発したんですね。でまあその次は、まあ、あのオパールっていうところに行ったんですね。その次はですから、そのレップに行って、そのセルン、東大から出張していったんです。それは1990から99年です。で1990年11月からはですね、素粒子センターに就職して、まあ、セルンに出張したと。でオパールではですね、日本の代表として、これもあの早稲田大学 の、 あの面接で使ってるやつだから、ちょっとあの持ってますけど、グループを統括してですね、若い優秀な研究者、大学院生の国際的なビリビリティの強化に努めると。で戦略として何しろ日本のグループ、東大神戸大は重要な物理に特化してですね、くだらないことをやらないと。で競争力を集中させて、その結果をですね、その結果としてそれらのグループの中でヘゲモニーを握るというのをやってきたわけですね。でこれがあの、まあ、その頃なんですが、 Z0 の精密測定というのは塚本さん、彼はまあ亡くなっちゃいますから、森先生、それからあの、まあ、第三世代のコークとかレプトンですね、だからこれ私とか森君とか佐助さんですね、なんとかやってたわけですね。だからもう一つ、あの LHC の準備っていうのをこの頃から始めたんですね。で東京グループはこのアトラスの前身のですね、イーグルっていうのに入ってまして、であのどうせ真ん中辺の測定器はですね、バックグラウンドで見えないだろうっていうんで、バックグラウンドが比較的少ないと期待される災害学のその民用システムを足がかりに LHC に今参入したわけです。で、これがそのレップのまあ最大の成果のですね、ニュートリノの数ですね。ニュートリノの数が234、3にバッチリ合ってるわけですね、データが。これでもっとはニュートリノは3で打ち止めということが分かったわけですね。で、まあ、これがあのレップ1ですね。でその次はですね、あのレップ2といってどんどんエネルギーを上げていったんですね。その時はここからですね、どんどんエネルギーが上がる。そうするとクロスセクションが下がるんですが、これで W プラス W マイナスっていうやつのスレッショルトが開くんですね。でもうちょい上で Z0Z4 も開くわけです。でこの辺に来たら多分あのヒッグスができてるんではないかという話で、まあ、ヒッグスの探索も非常に重要な役割。でこの時あの、まあ、新粒子探索がここで非常に重要だったので、浅井先生と私はですね、超対称性理論の探索ってやったんですね。で浅井先生は何しろ仕事が早いんでですね、私は何しろ浅井先生の後ろにいてですね、やれとか行けとかですね、ただ言ってるだけで、あと浅井先生がですね、みんな一生懸命やってくれると。ところがですね、浅井先生あのそれやりすぎてですね、腰を痛めちゃったんですね。あのなんかその後はマッサージに通ってたという話がございますね。あとヒッグスはですね、山下と中村ってこの2人がですね、絶妙なコンビでやってたんですね。
それから、まあ電磁相互作用の検証ですね、これもやっておりました。でこれがあのヒッグスの結果ですね。でその当時もヒッグスは見つからなかったんですが、低い方からは直接探索ですね、高い方からでは、Z0 のプリセジョンメジャーメントですね、大体、114ジェブから240ジェブぐらいの間にいるんだということはもうこの辺で分かってたんです。だからスーパーシミトリーの場合もですね、これはあの浅井君と一緒にやったやつなんですが、これがまあスコークのマスで、こっちグルーインのマスで、これが我々のリミットですね。これが、10倍ぐらいエネルギーが高いですね、テパトロンというあの陽子反陽子のリミット、これも圧倒的にいいんです。これはあの、まあ、スージーの、解釈にもよりますが、まあ、電子陽電子というのは非常に高いところまで、粒子を見つけることができるということですね。であの鉛ガラスのカウンターの保守もやっておりまして、で9000チャンネルの全てがですね、最後まで稼働したと。でこれはまあ、あのソリューセンターのスタッフがですね、相当頑張ったからで、これがあのその時の、これはまあ実際のイベントですね。これは W プラス W マイナスで、片っぽがミューオンとニュートリノに行って、片っぽがハドロンに行ったやつですね。これが E プラス E マイナスで、これが ZZ で、片っぽが E プラス E マイナス、片っぽがこうハドロンに、こういうふうに非常にきれいに見えるんですね。でこれがあの電子陽電子の衝突の特徴なんです。でまあ、そのゲージ原理の検証ということで、そのまあ、こういうダイアグルのダメ、これとこれのダイアグラムを足したやつでちょっと減ると。でこのダイアグラムがあるんで、これがガーンとこう減ると。でこれはまあこういうあのきちんとしたその計算とこうバッチリ合うわけです。ですからそういうゲージ、電弱ゲージ理論ですね、そういうのの検証というのがバッチリできたと。そうしますと、この辺でもう完全に標準理論がですね、エスタブリッシュされたんですね。ヒッグス以外は。これは見つかってませんけども。でもこれ大体どこにあるかっていうのは大体分かったんです。あとですから、物質を形成する粒子っていうのはこのコークとレプトンで、で、相互作用を担うのは、まあ、電磁相互作用、弱い相互作用、強い相互作用。これはまあ別のこういうゲージボゾンっていうのが担うと。こういうのをやり取りすることによって相互作用が伝達されるということですね。ヒグスだけ見つからなかったですね。で、まあ、これは僕と浅井君とやってたあの超対称性っていうんですが、これはまあフェルミオンとボゾンの粒子の対称性なんですね。で、全ての素粒子にですね、超対称性のパートナーがいるんですね。こういう一個一個に全部。で、そのこういうですから、パートナーの発見っていうのはですね、まあ、まさしくその反粒子の発見と同じように非常に大きな成果。しかしこれあの素粒子の数を倍にしちゃいますから、まあ、素粒子の基本というのは本当は少ない粒子でですね、全てを説明したいということにはまあ反するんですね。でこの辺の最も軽い、粒子は、ダークマター宇宙の暗黒物質の有力な候補なんですね。でもちろんあの超対称性は破れてですね、この電子と電子のパートナー、この電子のパートナーはまだ見つかってませんので非常に重いんで、これは破れていると。その破れているメカニズムが、まあ、どういうメカニズムかって非常に問題なんです。で、まあ、スーパーシミトリーってこれいくつの問題を解決するんですね。一つはですね、この左のこの標準理論のこのダイアグラムだけだとですね、このヒッグスの質量が発散しちゃうんです。ところがこのトップコークのパートナーストップっていうのがいるとですね、こいつが回ることによってこれとこれがちょうどキャンセルされてですね、あの発散が非常に和らぐんです、ね、それからあの先ほど言ったように最も軽い粒子は宇宙の暗黒マター、あ、ダークマターの最有力候補と。それからもう一つはですね、電磁力弱い力強い力です。それらが非常に高いエネルギーで同じ強さになると。こういうのはあのカップリングコンスタントの統一っていうんですが、それが起こるんです、ね、スーパーシミトリーがないとそういうことは起こらない。それからまあ重力を含むスーパーストリングセオリーでですね、その余剰次元の次元の数を決めると、まあ、非常に重要な役割を持っています。でその他にですね、僕らはこの隠れた次元というのも探したんです、ね、これはあの我々が住んでいる時空というのはですね、実は
空間3次元、時間1次元ですよね。でこの他にですね、隠れた次元は存在するかというのが問題で、で例えばですね、ここに1次元の、まあ、こういう紐があったとするんですね。紐でも、まあまあ、これホースでもよろしいですけども、それをまあすぐそばから見るとですね、うんと遠くから見るとこれ1次元しか見えないわけです。でも近くで見るとこっち側にも次元があるわけですね。でこの中身もあったらこれ3次元の物体なんですね。だからこういうエキストラな次元は存在するのかとですね。でおそらくこの重力っていうのはこの3次元空間の歪みが元になってるんですね。で他の相互作用っていうのはひょっとしたらですね、隠れた次元の歪みかもしれない。でまあ、ここまではまあそれらしいんです。ここから下っていうのはかなり眉唾的でですね、階層性問題を、階層性問題っていうのはその電弱理論のスケールとプランクスケールっていって、これはあの重力も含めた全ての相互作用が、統一されるようなそういうスケールです。これはべらぼうに高いエネルギーなんですね。で これはすごいこうヒエラルキー構造があって、これとこれはもうべらぼうに17桁ぐらい違うんですが、この、その余剰次元のサイズを大きくするとですね、こういうのは解決できるというのがございまして、でそうしますとこの重力子はですね、さまざまな質量を持って、重力子っていうのは普通ゼロ、質量がゼロのが一発なんですが、ところがいろんな質量を持つですね、重力子がバカバカ出てくるんですね。そうしますと、例えばその電子と陽電子をぶつけて重力子とフォトンが出ると。でこの重力子がいろんな質量を持って数がすごく多いので、これはあの普通に測れるぐらいになっちゃうんですね。そうするとこれはまあシングルガンマで測ると。それからもう一つはですね、この間にこれまあ何でもいいんですけども、まあ、重力子っていうのはですね、エネルギーモーメンタムテンソルっていうのにカップするんですね。そうしたですからエネルギーモーメンタムを持ってるやつは必ずこの重力子とカップするんですね。でここにもべらぼうな数があるんで、この断面積もかなり大きくなるんです。そうするとこれ普通のフォトンを媒介するやつか何とかとですね、干渉するんです。でそれを見ると、でそれをですから1998年の余剰事件をオパールのデータを使ってですね、コライダー実験でまあ最初に探したんです。まあもちろんこんなものなかったですけど。でこれがあのその頃の東京グループですね。でこれはまあ我々が真面目に働いているかどうかですね、折戸先生、まあ、ボスが査察に来られたとですね。でここにいるのがですね、たまたまその時いた、現在勝部一ノ関市長で、彼はこの頃ですね、まだ、岩手県の科学技術振興室長補佐っていうやつやってて、でこの頃からそのリニアコライダーをですね、岩手県に持っていこうとしてですね、あのセルンにいらっしゃった、セルンを調べに来た。だからこの下は、遠山文部科学大臣ですね。でこの頃はまだあの、文化庁長官だったんです。で与謝野先生もいらっしゃったんですけども、ちょっと与謝野先生の写真が見つからなかったですね。で、そうこうするうちにですね、私はあの1999年の8月にですね、理学系研究科の方に移ってですね、日本に戻ってきて、まあ微力ながら分野に、素粒子の分野に貢献するということにしたんですね。で私が帰ってきてからですね、1ヶ月ぐらいして、折戸センター長がお倒れになったんですね。くも膜下出血でお倒れになったんですね。で彼は2000年の11月頃に亡くなったんですけども、私はあの折戸先生を引き継いでですね、まあ素粒子センターセンター長というのをそれからずっとやってきたわけですね。で、もちろんこのリニアコライダーっていうのはもうちょっと先なんで、何しろ LHC アトラス実験をやんなきゃいけないというので、それの推進基盤を作んなきゃいけないというので、小林先生たちとですね、一緒になってそこら辺をやってきたんですね。で、ところがですね、そのアトラスの予算をめぐってですね、KEK がですね、いろいろとですね、邪魔してくるんですね。多分折戸先生がお倒れになったのはこれは原因なんです。っていうのは、あの我々があの概算要求を出したら、 KEK はその頃ですね、あの予算を出しても各県と一緒になったんで新しい予算はつかないというはずだったんです。
ところが我々が出したらそれに対抗して出してくるんです。で、織田先生はもうカンカンになってです。織田先生はその前はカナダでバルーンの実験でカナダにおられて、で7月の終わりにお帰りになってですね、夏休みずっとですね KEK と電話で喧嘩してたんです。多分そこら辺のところはかなりストレスがあったんじゃないか。で、私は折戸先生ほどですね政治力がないんでしょうがないから KEK となんかいろいろとですね妥協の道を図ってですね KEK との差別化を図らざるを得なかったですね。で、まあその後ですね KEK が法人化されたんですけど、その時はかなり使いっ走りですね、倉庫にされてましたね。そして暗躍させていただいたんです。これはどういうことかというと、KEK っていうのは組閣権と、それから現在ですね、組閣権と仏教権があるわけですね。で、これをですね、また別のなんか違う組織に入れちゃうとかですね、バラバラにしちゃうとか、なんかわけのわかんないことを文科省が言ってたんですね。で、それはやばいっていうんで、これは一つの組織として揃えろという、なんか12月の終わりぐらい、12月の30日か31日にですね、その当時の機構長の菅原先生というかデモがあってですね、お前やれとか言ってですね、お前は素粒子の実験と理論と原子核の実験と理論と、それから、中性子と中間子と、なんかをまとめろとか言って、それでなんか署名して署名を持ってこいとか言って、でそれを一心にやったんですね。素粒子は簡単ですね。物性も比較的ちゃんとやってくれたんですけど、原子核がね面倒くさいんですよ。というのは利権があるからね、利権といろいろとその利害のあれ衝突がありますからね。でも何しろそれでそういう紙を持ってですね、研究機関課長というところに脅しに行ったんです。こういうのを文部科学大臣に見せちゃうんだけどいいですかって。で、その人がやっぱりビビって、やっぱり結果は一つにしなきゃいけないと思ったんでしょうね、きっと。それでこれは文部省と科学省の科技庁の屋号ですね、2001年。これはPPAP みたいな本ですね。うんとか言ってくっつけちゃったんですね。で、ここに3とか書いてあるのは、これはですね、私の悪い友達がですね、三流館長と五流館長を合わさったら八流館長になった。とんでもないこと言うやつがいますね。私はそうは思いません。で、何しろ文部省っていうのは元文部省ってボトムアップなんですね。だからかなりの人っていうのは、文部省のかなりの人っていうのは文化系なんですね。で、その人たちは比較的研究者の意見を聞いてくれるんですよ。で、それで要するにボトムアップでやるんだけども、どこに本当にお金をつけていいか分かんないからばらまきになったなるんですね。でもしょうがないです。でもその当時は国立学校特別会計っていうお金が結構あったんです、潤沢に。それがなくなっちゃったんですね。これが一緒になった頃はもうなくなっちゃったんです。で、科技庁の人たちはですね、その上のキャリアの人たちはかなりの人たちが工学部とかなんとかの修士課程ぐらいまで出てるんですね。で、彼らはサイエンスが自分たちは知ってるんだという幻想を持ってるんですね。幻想に過ぎないんですけども。で、それでこういうのが一緒になっちゃったからこうなっちゃうと、そういう悪い話なんです。私は決してそうは思いません。私はですね、文部省は三流官庁じゃないですね、二流官庁ぐらいです。科学技術は三流官庁ぐらいです。これをこういうふうに合わせるとですね、1.2 流ぐらいになって、これを四捨五入したら一流官庁。文部科学省っていうのはですから潜在的には一流官庁になれるですね、そういう力を持ってるんですよ。それはボトムアップとトップダウンをきちんと融合してですね、うまくやればうまくなるんですよ。というのがそうするとこれが統合なんですね、野合じゃなくて。で、そのアトラス実験、アトラス実験なんですが、これは非常に大きい実験で、これは私は関わってないのでスラッといきますけども、これは大体高さがですね7階建てのビルぐらいですね、こっちは大体40メートルぐらいですね。で、参加者っていうのはすごいですね、3000人ですね、一つの実験に。
でプラス100マイナス1000というのはだいたい1000人ぐらいサボってるだろうとでもこの日本グループというのは 17の実験とか研究所があって155人、この人たちは真面目に働いてます。でこれはあのアトラス実験 の、 その日本が分担した部分なんですが、このアトラスのですね、このチェンバーですね、ミオンチェンバー、ミオントリガーチェンバーですね、これをですね、イスラエルと日本が担当したんですね。で、これをセルンにですね、KEK で作って、それから神戸大でチェックして、もう一回送ってですね、これをまあこういうふうに作り上げてですね。でその時やった人が、これまあソリウスセンターのその当時の助教のですね、石野さんですね。彼はパキスタンのテクニシャンとイスラエルのエンジニアを使ってやったんです。でこれは普通こんなことは起きないんですね。あのシオニストとあのこういう海峡の人が一緒に働けないです。これはもうサイエンスだからできるんです。これはもう素晴らしいことです。ですからハイエナジーフィジクスというのは平和にも貢献するとですね。で、まあ歴代の総長はですね、必ずセルにいらしていただいたんですね。蓮見総長、それから佐々木総長、小宮山総長、浜田総長、この最後の人だけまだ来てません彼もいらしていただきたいですね。蓮見総長なんていうのはですね、彼はあのフランス語ができるんですよね。でその当時 の、 あのマイアニっていうあのセルンのイタリア人の象徴とフランス語でずっと喋ってます。何喋ってるのかと思ったらセリアの話してるんですであのインテルと AC ミラノとどっちがいいかとかね、それを延々と話してるんです。まあでもそれでもあのいいわけですよね。で2012年の7月にですね、 LHC のアトラス実験と CM 実験でついにヒッグス粒子が発見されたんです。でまあこれがそのアトラスの発見した時の図なんですが、この時ですね、まあ、これがホイヤーですね。それからこれはその次の所長になる、ジャノッティさんですね、ファビオラ・ジャノッティさん。でその時ちょうどですね、ヒッグスの粒子の責任者だったのがこの田中先生ですね。でまあ彼がワインのボトル開けてるわけですね。でソリウス物理国際センターっていうのはこのちょっと前にですね、2010年に共同利用共同研究拠点っていうのが、まあ、新しくできて拠点になったんですね。でこれはまあ拠点になったら普通はまあお金がいっぱい来るんですけど、なかなかお金いっぱい来るまでならなかったですね。でこれまあ最終的にはまあ2015年の期末評価で S 評価っていうのをもらったんですが、2013年に中間評価っていうのをやったんですね。その時は A 評価しかくれなかった。私はもうそれで激怒しまして、それであのこの共同利用共同研究拠点のですね、所長センター長会議ってあって、そこにまあ文科省の人が来るんですけども、あの評価がおかしいと、あいつらは何も読んでないと。それでまあしょうがないんですね。それいっぱいそのセンターとかあの研究所があって、それをみんな少数の人で評価してる。そのやり方はおかしいと。だから評価するやつをきちんと評価すると。でその前にきちんとですね、あの専門家にまず評価させて、それを見て評価させろって言ったんですね。そしたらちゃんと文科省そういうふうにやってくれたんですね。その後それでこれが S 評価もらえたんです。まあこれもまあ一つの自慢みたいなものですね。でヒグス粒子っていうのはですね、その前に、まあ質量とは一体何だろうと、ニュートン力学の第二法則というのがあって、力は質量かける加速度ですから、物体に力を加えると物体はその方向に加速されると。で加速度の大きさはですね、質量に反比例すると。で重い物質は、重い物体は動かしづらい、軽い物体はすぐに動くと。ですから質量というのは重いものの動きにくさの指標であり、まあ、正確に言えば運動の変化を妨げる指標なわけですね。で宇宙の初期っていうのは、まあ全部質量を持ってなくて、でヒッグス粒子も充満してなかったんで、みんな光の速さで素粒子走ったわけですね。で宇宙が冷えてですね、
膨張してくるとこのヒッグス場がですね充満して、で重い粒子と軽い粒子、それから質量を持たない粒子、こういうのが分かれてくるんですね。ですから、このヒッグス場が充満してそれと衝突して素粒子はブレーキをかけられて、でその動きにくさが完成質量になったというふうに解釈するんですね。で、まあそのヒッグスのですね、これはもうヒッグスのポテンシャルなんですけども、ヒッグスポテンシャルの一番横軸はヒッグス場ですね。一番低いところが真空なんですね。でこれが初期の宇宙ですね。で宇宙が膨張して冷却してくるとこのポテンシャルがこんな格好になると。そうすると一番低いところが真空なんで、真空はここかここかにポンと移るんですね。でたまたまこっちに移ったらですね、ヒッグス場、真空にですねこれだけのヒッグス場が真空に存在することになって、でそれが真空気体値ってやつなんですね。でこういう形になると素粒子は質量を持つっていうのは、まあいろんな教科書に書いてあるんですけど、なぜこれからこういう形になるかっていうのは分からないんですね。で、まあスーパーシメトリーがあるとこういう形、こういう状況を自然に作れるんだというのが最初に言ったのが、井上健三さんたちです、ね、九州大学の先生たちです。で、まあこれまで20年にわたってですね、素粒子物理学は革命前夜だと弾ってきたわけですね。ところが新粒子の発見はいくつかございましたが、革命と言われるほどの発見はなかったんですね。しかしながら2012年についにヒッグス粒子が発見されて、こういうその、まあ、7月に発見されたんで7月革命ですね、始まったんですね。でヒッグス粒子は、標準理論イコールアンシャンレジームを超える窓なんです。でこれはさらなる大革命の前哨戦に過ぎないと勝手なことを言ってるんですけど、まあ、7月革命っていうのはこれはまあしょぼいブリジョワ革命なんですね。アンシャンレジームってこれはフランス革命の時の前ですね。でこれはだから実は歴史からすると全然おかしいんです。我々でもまあ素粒子物理学ではほんの全然関係ないです。それで、でまあヒッグス粒子発見後のですね未解決問題っていうのがございまして、ちょっと待って、あとの30分無理だな。大体ですね、今の我々の講義って105分やるんです。でこれだけ30分じゃない、これだけ90分っておかしいですよね。まあいいや。それでそれで何を話した、そうだ、未解決問題で、まず最初はこの電弱対称性の破れの背後にある物理の解明ってことですね。先ほど言ったようにヒッグス場が真空に凝縮すると、それによって、まあ、いろんな粒子が質量を持つと、ここまでは教科書に書いてあるんです。しかしながらこのヒッグス場が真空にどうやって凝縮するか、その機構が分からないんです。それはまあスーパーシンメトリーか、もしくはヒッグス粒子自身が複合かもしれないですね。複合粒子かもしれない。でまたそもそもなぜ多くのコークやレプトンが存在するかというのも分からないですね。でもこれは多分うんと高いエネルギーのスケールの問題なんで、多分すぐそう簡単には分からないですね。それからダークマター、暗黒物質、これはスーパーシメトリーだったらまあ比較的実験的に分かるかもしれないけども、アクションとかこういう変なやつだったら多分分かんないですね。だから宇宙が加速膨張している暗黒エネルギーですね、それの正体、これ多分宇宙の初期に 大膨張したインフレーションってのがあるんですけども、それとひょっとしたら関係があるかもしれない。でもこの辺のことはもっと分からないですね。それから宇宙の初期にですね、CP が破れて、まあ、半物質がですね消えたんですね。宇宙の初期っていうのは多分物質と半物質が同じぐらいあって、それが両方相殺し合って、相殺し合ったんだけども、半物質だけが消えたっていうことは、要するに物質だけではちょこっと多かったってことですね。この謎も分かんない。でもこの辺はひょっとしたら分かるかもしれない。それから重力相互作用をですねいかにして理論に組み込むか、これが全然分かんないですね。で要するにこれは一般相対論と、量子力学を使用する。これは使用するって変な緑のおばさんがですねよくお使いになっている言葉ですね。
緑のおばさんというのは東京都知事のことですね。で何しろヒッグス粒子というのは、多分こういうのに関係するだろうということですね。でこういう、標準理論を超える窓であるということですね。で、まあここからそのリニアコライダーの話になるんですけども、国際リニアコライダーですね。で私はまあ高エネルギー委員長というのを何回かやって、それで ILC を日本がホストすることのコンセンサスを日本の高エネルギーコミュニティで、これはまあ皆さんで頑張って合意に持っていったんですね。それから国際将来加速委員会イクカ、それのまあ日本代表、KEK の機構長と私が日本の代表だった。これはリニアコライダーボートの議長になったんですね。ところがですね、若いもっと優秀な人たちがどん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 出てきたんで、その人たちに全部こういうところを奪われたという感じですね。相原先生、森先生、中田さん、彼はローザンヌ大学の先生ですね。でまあこういうことをやりながら、そのリニアコライダーをですね、きちんと日本の中でコンセンサスを取って、でなおかつ国際的にリードするというのをやっていかなきゃいけないわけです。じゃあまずなぜですね、円形の電子陽電子コライダーではダメかという、その限界のお話をいたします。でこれはですね、反応は単純なんですね。電子陽電子の衝突というのは非常に反応は単純 でなおかつ実験は簡単なんです。しかしながらですね、電子は磁場で曲げられると放射光、シンクロトンラデーションを出してですね、エネルギーを失うんですね。でその失うエネルギーっていうのは、このエネルギー、ここ回ってるエネルギーですね、割ることの質量の4乗に比例して、この半径の1乗に反比例ですね。ですからエネルギーを倍にしようと思ったら16倍エネルギーを失うわけですね、半径が同じだったら。で、まず一つの方法は重い粒子を回すということですね。まあ、これがまあ LHC ですね。陽子と電子を比べると大体1800倍ぐらいですから、まあ LHC 非常に高いエネルギーに行ってもほとんどシンクロトロンラディションを出さないということです。もう一つの方法はこの半径をどん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 でかくする。しかしながらこれは位置上で、これはなかなか大きくならないんですね。だからどうしても電子陽電子をぶつけようと思ったら、まあ無限にしてしまえということで、こういうリニアコライダーなんですね。ところがこのリニアコライダーの難しい点というのは、このぐるぐる回すやつは少しずつエネルギーを大きくしていけばよろしいんですが、これはゼロからフルエネルギーまで一挙に加速しなきゃいけないんですね。ということは加速勾配が非常に大きいと。それからあんまりバカバカぶつけてると電気代がかかっちゃうんで、かからないためにはですね、うんとビームを絞ってナノスケールのビームサイズでぶつけなきゃいけない。この2つの非常に難しいことがあったんだけど、なかなかできなかったんですね。で、その LHC とそのリニアコライダーと、例えばヒッグスの生成でですね、比較するとですね、まあこちらはですね、LHC の方っていうのは、これは複合粒子同士のですね、反応なんで、非常にバックグラウンドが大きいんですね。で、このバックグラウンド、大きいバックグラウンドに打ち勝つためにはですね、放射線耐性があって非常に速い信号の測定器が必要なんですね。ですからなおかつ高度なデータ解析技術が必要なんですね。ですからこれはこっちは実験が難しいんです。でも加速器はまあ比較的簡単なんですね。でこの電子陽電子の方はですね、まあ実験の方は比較的簡単なんですね。非常にクリーンですから。でもさっき言ったように加速器は難しいんです。これ非常にですから言うほども双方的なんです。このリニアコライダーの歴史というのを少しお話しいたしますと、1980年代は日本、ドイツ、アメリカでですね、リニアコライダーの技術開発というのが始まったんですね。で90年代になりますと、異なる5つのですね、加速器技術が激しい競争状態なんですね。でドイツではテスラっていう超電導、それからあと、フリクエンシーがですね、これ倍ずつ違うですね、 S バンド、 C バンド、 X バンド、これはもうちょっと違う、クリックってやつですね。でこっちに行くに従ってどん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 フリクエンシーが大きくなって、でなおかつ加速管の大きさはどん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 小さくなるんですね。でこの辺のやつはドイツ、日本、これはアメリカと日本で一緒にやってて、これはセルメ、この辺がものすごい競争状態になって収拾がつかなくなるんですね。
で、ところがですね、そのリニアコライダーの物理とか測定器っていうのは、まあそれほど加速によらないと。したがってこれはまあ一緒にやるべきだというので、ワールドワイドフィジクスアンドディテクタースタディーズフォーリニアコライダーズっていうのを作ったんですね。で、これ最初はですね、アメリカの物理屋がちょうどこの時まだ私はセルンにいたんですけど、セルンに来てですね、ヨーロッパを除いてアメリカと日本で先にやろうって言ったんですね。これはやばいんですね。なぜやばいかっていうと、完全にアメリカに飲まれちゃう。で、それはやばいんで、何しろ、これはもうすぐやばいと思ったんで、そのセルン その所長になるホイヤーさんという人に行ってですね、ヨーロッパとアメリカとアジアと3極にしろと。3極にするってのは非常に重要で、日本は小さいんだけども3極って言った途端に大きくなるんですね。ですから、これで3極にしたっていうのがですね、多分このリニアコライダーに対する私の唯一の貢献ですね。で、まあその次はこのイクカが、そのリニアコライダーステアリングコミッティっていうのを作ってですね、技術を統一すると。まずはこんなことやってたらもう絶対できないんで、技術を統一して、で、国際協力体制を作るというので、インターナショナルテクノロジーリコメンテーションパネルというものができまして、そこでまあ研研学学の議論をやってですね、超電導磁石を選んで、超電導技術を選んで、これですね、テスラを選んで、で、国際プロジェクトをイクファが ILC として命名したんです。で、その少し前にですね、実はこのドイツがですね、先走ろうとして、ドイツはですね、抱き合わせ商法をしようとしたんですね。で、失敗したんです。この抱き合わせ商法っていうのは、ドイツのデイジーがですね、超電導リニアコライダーテスラとですね、エクセン自由レーザーですね、フリーエレクトロンレーザー、これを抱き合わせて提案したんです。両方とも超電導の加速器を使えるので、これ両方ともやって両方とも通すというのをやったんですけど、これは絶対やばいと思ったんですね。で、2000年のフェルミラボの学会の時にですね、私はこういう品のない、スライドを作ってきまして、これを見せようと思ったんです。これは実際見せなかったんですが、これはどういうスライドかというと、軒を貸して重りを捉えるってですね。で、ここにいるのが高エネルギーリニアコライダーのその物理屋ですね。それからここにいるのがフリーエレクトロンレーザーの親父ですね。まあちょっと雨降ってるから軒を貸してくれと言ったんだけど、もう晴れた時には高エネルギー物理屋は殺されて、これの全部母屋を捉えてしまったと。実際これが起こったんです。ちなみに2003年にデイジーの XFL は承認されましたが、テスラリニアコライダーはですね、これは国際的にまあドイツの外でやるように宣告されたんですね。で、まあそうなんですが、まあ災い転じて福となすと。で、現在このユーロ XFL というのはですね、建設が終わってコミッショニングの段階に入っているんですね。で、これは実はこの国際リニアコライダー ILC とですね、同じ超電導線形加速器技術を用いてですね、ILC スケールの10分の1ぐらいでもう実証マシンとなっているんです。ですからこれでもう完全にリニアコライダーは実証されているわけです。で、これはまあその後の話ですが、まあスーパーコンになって、それでその当時ですね、結局では全然スーパーコンやってなかったんで、まず最初のワークショップを KEK で開催するというのは、戸塚先生が言ってですね、開催したんですね。で、そのすぐ後にグローバルデザインエフォートっていう、これ変な名前ですが、これが国際設計チームですね。それがこのバリー・バリッシュさんという人にがディレクターになった。彼は最近ですね、重力波の方でノーベル賞をお取りになりましたね。で、彼はですが、その重力波をやめてですね、このリニアコライダーをずっとやられたんですね。で、彼を中心にしてリファレンスデザインレポートっていうのが2007年にできて、で、これはまあ基本設計プラスコストですね。で、ここら辺の人たちが一生懸命やってた人ですね。それから2009年、測定器のコンセプチュアルデザインのレターオブインテント、この辺をまとめたのは山田先生という人です。で、2010年頃になってですね、まあヒグスが見つかりそうになったと。これはやばいっていうんで、日本ではですね、将来計画検討省委員会と森先生のところがですね、答申を出したんですね。で、これは
相原委員長、相原高エネルギー委員長の下でやってたんですね。それからリニアコライダー ILC の戦略会議と結成して、この山下君が議長になったんですね。で7月になったらもうヒグスが見つかって、で10月には ILC を日本がホストしてヒグスファクトリーから段階的に推進する案というのを拡大高エネルギー委員会というのを承認したんです。でその年の12月にはその ILC のですね、技術設計書です、テクニカルデザインレポートというのは完成して、これはまあレビューに回ったんですね。でその次の年の2月にですね、リニアコライダーボードというのが作られて、でそれがリニアコライダーコラボレーション、こういうまあ実動部隊を作ったんですね。でこれはまあ実動部隊、この人がリン・エヴァンスという人で、この人がデュプティで村山さんです。この人はちょっと関係ないですね。まあ、関係ないんですけども、まあちょっと眼鏡をかけるとですね、折戸先生にそっくりなんです。でそれで、これはですね、歴史的和解、なぜ歴史的和解かというとですね、あの村山さんがですね、かなりあの折戸先生にそのリニアコライダーのことでこき使われてたんです。スーパーシンメトリックとかなんとかをどうやって探したらいいかとか、かなり一生懸命研究してですね、それで結構いい論文をいっぱい書いたんです。で彼はそれをまとめてドクター論文にしたら、折戸先生がちょうど審査員で、そんなのは理論じゃないって言ったんです。でそれで非常にやばいことになってなったんですが、まあなんとかあのその、救われたと。でまあちょっと折戸先生亡くなっちゃいましたが、まあ歴史的和解をしてもらおうということですね。でこれがまあそのリニアコライダーの、その TDR ですね、テクニカルデザインレポートの時の設計ですね。これまあ500ジェブ、エネルギー500ジェブです。でこの時に研究者によるですね、国際推進体制となって、でこの時あの私がリニアコライダーボードってやつの議長をやってて、でこの下に、これがまあこの下をですね監督するやつなんですね。本当に偉いのはこのリン・エヴァンスさんですね。彼はこれを全部まとめるということなんですね。で物理の実験の方は東北大学の山本先生がまとめてられました。で2013年のですね、6月に技術設計書というのは出版したんですね。あの先ほど言ったようにレビューが終わってですね、それで6月に出版できたんです。でこれがその出版の時の、何ですか、セレモニーですね。これ東京セルンフェルミラボ連続してやったんです。でまあその2014年にですね、で文部科学省は ILC の有識者会議というのを作ってですね、 ILC のフィジビリティを検討始めた。それから2016年には文部科学省と米国 DOE との連携ですね、ディスカッショングループというのができたんです。で ILC を誘致することはですね、サイエンスの意義はもちろんのこと、経済効果も多くですね、ですから若い世代に夢と希望を与えてホスト国の国際化を推進するということで、具体的にこれらのことをですね、きちんと国民に宣伝することが非常に重要でございます。でこれがあの文科省の対応なんですが、まずヒグスが発見されて、先ほど言ったように日本での研究者の中でコンセンサスを取って、でまあ、ILC の技術設計書がその後できたと。でこれらを見てですね、でこの文科省は日本学術会議にですね、そのリニアコライダーに関して質問したんですね。で日本学術会議は2013年の秋にそれに対して答申して、でまあすぐにはまあできないだろうけども、それに対する検討をいろいろと文科省でやれということで、文科省はこの有識者会議というのを作って、でこの有識者会議の下にですね、いろんな作業部会を次々に作っていって、そこでまあ検討をやっている最中です。今ここら辺やっている最中です。今はまあエネルギー250ジェブ下げたんで、それに対応してですね、それの検討をやっている最中です。でこれは2017年にですね、そのリニアコライダー、そのリニアコライダーボード新しい組織になりまして、先ほど言ったようにこの中田さんというのが今は、議長になって、から加速器の方は KK の道園さんという人が責任者になります。
で2016年の12月にですね、盛岡で国際リニアコライダーのワークショップというのがありまして、そこでですね重心系エネルギーを500ジェブから250ジェブに下げてヒグス粒子のですね精密測定を中心に行うというそういうヒグスファクトリーを建設することを方針にですね転換したんです。でヒグス粒子の精密測定っていうのはまあ手段だと目的ではなくて本当の目的っていうのは標準理論を超えてですね素粒子物理学がこれから展開する方向を示すのが目的でございます。すなわちまあ時空概念の拡張であるとか物質の階層性の進化ですね、こういうものを探るというのがまあその、それをヒグスを使ってやるということです。で、電子陽電子でですねヒグス粒子を作るというのは非常によろしくて、ヒグスと Z0 というのはこれ一緒にできるんですね。で我々レップでこの Z0 というのは徹底的に研究しているので、ヒグスの反対側にできたものは分かっているんです、ね、ですからこの反対側にできたやつだけを測ることによってこのヒグスができているかどうかというのは分かるんです、ね、でそれがこのミッシングマスの方法というやつ でこれはこっちだけを見ているんですね。ですから逆にヒグスが全く見えない粒子に崩壊してもこういうピークが見えるんです。それがまあこのハドロンコライダーと全然違うところです。で2016年のその盛岡での ILC ワークショップ頃からですね、この LHC の LAN2 今の13テブのやつですね、新粒子の兆候がおそらくないということが明確になってきたんですね。でそうしますとやはりこの250ジェブのヒグス粒子の精密測定の重要性というのは高まったんです。これなぜ250ジェブかというと、これただ単に500ジェブを半分にしているだけじゃないんです。ここでヒグスと Z0 のクロスセクションが一番大きくなるんです。でこのヒグスと他の粒子の、結合をですね精査して標準理論を超える、素粒子物理の方向を探ることができると、これをですねきちんと証明しなきゃいけないわけですね。それをやってくださったのが、これはリニアコライダー以外のですね研究者を組織して、高エネルギー委員会の相原先生のもとにですねアサイン委員会というのを作って、このかっちょいいおじさんがですねその議長になりまして、それでこれをやってくれたんですね。でこれがまあその時のいろんなスタディなんですけど、例えばいろんなカップリングですね、いろんな粒子のカップリング、例えば Z とかこれはカップリングの比ですね、そういうのを測ってですねそのパターンを見るんですね。そのパターンを見ることによって、これがですね標準理論からどれだけ違うかという違いがここに出たんですけども、標準理論との違いってのはすごい少ないんですね。これは大体 3% ぐらいですから、これも大体 5% ぐらいです。そんな大きくないんです。これはですからこの差っていうのは LH では見えないです。これリニアコライダーしか見えないです。で、これをきちんとこういうパターンを見ることによってどういう方向にですねこれからその素粒子物理が発展していくかというのが分かるんです。で、例えばその、ハイルミノシティ LH って言ってこれからどんどん LH はルミノシティを上げるんですが、そういうルミノシティでも直接発見できないですねパラメータ領域のいろんな物理がございまして、でそれ のどういうものをですねこういうことをやって比較してですね、分かるかと、何シグマぐらいで分かるかという表がこれなんです。だほとんどみんないろんなものはもう5シグマ、少なくとも3シグマ以上でだいたい区別できるということですね。ですからこういうパターンを見てその素粒子がですね標準理論を超える方向を探るというわけです。で実はですねこの ILC の実験というのはヒグス粒子の、精密測定だけでなくてですね僕は何でもできるんです。だからこれ多目的のマルティパーパスの実験なんですね。で標準理論の、詳細検証ですね、それから QCD です、電磁薬相互作用 QCD、 こんなのもいくらでもできるんですね。でもともと初期条件にハドロンがいませんので、クリーンな環境でもって、パータベティブノンパータベティブの精密測定が可能なんですね。だからいろんな新粒子もですね直接は見えなくてもこれ媒介してファイナルステート
にこう行くんで、こういう媒介している粒子がいますとですね、それの効果が見えるんです。からもう一つこのシングルガンマですね、一発だけガンマが出ると、で片方は全く見えないと、こういうやつもできるんです。ですからかなりいろんなことができるんです。ヒグスだけじゃなくて他にもいろんなことができると。まあこれは私がだいたい15分ぐらい考えただけでこれだけ思いつくんで、もっと頭いい人はもっといっぱい思いつくと思います。で、まあ2016年10月にですね、文科省とアメリカでの DOE でですね、ディスカッショングループって出てきたんです。そこで重要だと思われているのがコストの削減と、それから ILC 研究所の組織運営形態ですね。この2つが非常に重要なんです。で、この、コストの削減の方で申しますと、この、超伝導のですね、ニオブの素材の加工過程ですね。これをいろいろ工夫して安くできるんですね。それからもう一つですね、このニオブのですね、今度は空洞を作って、それをですね、その窒素のですね、インフュージョンですね、窒素の雰囲気の中で、ある時間を置くと、そうするとこれの窮地というのと、それから加速グラディエント両方上げることができるんですというのが、まあフェルミラボで見つかったんですね、偶然に。これはもうすごいことで、この辺の研究を今相当寄ってたかってやってますね。これはまあかなり本当だってことが分かってきます。でなおかつ、そういう研究によってですね、まあ下がるコストってのはそんなないんです、ね。まあせいぜい 5、6% です。で、先ほど500ジェブから250ジェブにエネルギーを減らしたんで、まあ、半分にはならない。これはだいたい 35% ぐらいの削減なんです。これも合わせると全体のコストがだいたい 60% ぐらいになると。で、でそのリニアコライダーのですね、本当の長所っていうのは加速器を足してです、長さを延長するか、それから技術向上によってですね、この加速勾配を増やせばですね、まあこれはだから将来継ぎ足すときにですね、もっとハイテクを使えば、そうすればエネルギーをもっと安く増加することができるんですね。でこれがリニアコライダー、丸いやつでこれは絶対できないんです。でそのリニアコライダーのサポーターですね、これはまあ政治のサポーター、リニアコライダー国際研究所、建設推進議員連盟、これは超党派の議員連盟です。これは大体、日本でですね、衆参議員717人のうちの150人ぐらい入っています。でもう一つはですね、先端加速器科学技術推進協議会、これは産業界のサポーターです。でこれもやっぱりこれ両方ともまあ2008年ぐらいできたんです。これはまあ、産業界の114、会社ですね、それから学会ですね、これの連合ですね。でこの2つの強力なサポーターがいるんです。で、まあ、リニアコライダーが、建設するまでのステップですね、これはまず、まあ、科学者、官界、産業界、政界、地方、この辺がきちんとまとまってですね、きちんと内閣官房に、まあ、今年の終わりぐらいまでにですね、日本政府から ILC に対するExpression of Interest ですね、これを植えると。それから国際接触が強力に行うと。でこの辺の科学者で今頑張っておられるのがこの辺の大先生方ですね。で、まあこの辺のことができたら、まあ、1年ぐらいで、まあ、予備的な、準備期間があって、まあ4年間で本建設までの準備、それから、まあ、建設が大体8年から9年かかって、それからビームコミッショニングがあって、それからまあ10年か20年運転するわけですね。でその間この250ジェブでの結果とか、それからハイルミノシティの LHC の結果、それらを見てですね、それからまあ世界経済を鑑んで、でまあアップグレードエネルギーとスケジュールを、まあその頃もう一回考えるということですね。でここまではそのリニアコライダーの話だったんですが、あとちょっとねここからはですね、ILC と並行にやってきたですね、まあ、この大学院生の、教育のためにですね、抽象実験測定器開発をやってきたんですね。
その話をまあちょこっとしたいと思います。まず一つはですね、新竹ビームサイズモニターっていうのを開発したんですね。これは何かっていうと、これはまあそのリニアコライダー関係なんですが、そのリニアコライダーではビームを非常に小さく絞らなきゃいけないと。その絞ったビームを測るというのをしなきゃいけないんですね。このビームを絞ってるのは、これは KEK の ATF2 っていうところで、リニアコライダーと全く同じオプティクスを使ってですね、ビームを絞る研究してるんですね。この一番この先端のこのところがですね、仮想衝突点なんですね。でそこでもってどういうビームができているかというのを見なきゃいけない。でそのためにはですね、これ新竹さんという人が考えた方法なんですが、レーザーからですね、そのレーザーライトを2つ分けてここで干渉させるんですね。でこの干渉パターンのところにビームをぶつけて、でそのビームがこの干渉、このレーザーの光とですね相互作用して、そうするとコンプトンで光がこっちの測定器に出てくると。でこの干渉パターンを動かすことによってビームサイズを測るということですね。でまあこんなことはできねえだろうと最初思ったんですね。っていうのはそのレーザーの波長っていうのはまあせいぜいまあ500ナノとか何とかで、ビームサイズっていうのは数十ナノなんで、すごい大きな違いがありますんで、ところがですねフィットするとできちゃうんですね。で例えばビームが小さい時っていうのはこのレーザーのですね光がいっぱいいるところと少ないところ、ここに来る差が非常に大きいんですね。ビームが大きいところっていうのはですね差があんまり出ないんです。そうするとこういうパターンのですねこの上下のサイズがどうなってるかっていうことによってですね、ビームが小さいか大きいかってわかるんです。でこれがその新竹ビームサイズ測モニターで、で、実際その ATF の目的っていうのは37ナノメーターなんですね。で現在41ナノメーター達成してるんで、まあ、ほとんど達成してるんですね。からまたビームがですね、ビームを安定にしてフィードバックさせるということもやっておりまして、まあ、それも結構成功してるんですね。もう一つの小さな実験というのはですね、朝礼中性子の重力による、量子状態の測定というのがあったんですね。でこれは結構難しいマニアックな実験なんですが、朝礼中性子というのはですね、速さが5メートルから15メートルパーセックですね。だから人間が、速い人間が走るぐらいのスピードですね。でそれが地球の重力場の中でですね、束縛状態を作ると。要するに、これがまあ第一順位で、第二順位、第三順位と、こっちはまあ、高さ方向の存在確率ですね。ですからこういうのが足されたようなパターンが見えるんじゃないかというんですね。それをまあ実際見ようということです。で、まあ、そのためにはですね、これを見れば分かるように 1ミクロン以下ぐらいのですね測定精度が必要なんですね。でまあ、我々はその一番その、UCN、その朝礼中性子が出るラウェル・アンジェバン研究所というところで、まあ、実験したんです。非常にまあ少人数の実験です。でこの人は名古屋大学の、顧問、我々の顧問ですね。だからここら辺の人が実働ですね。私はまあ口で言うだけと。でこの人が現地の手配師と。で彼と僕がまあ一番最初始めたんです、佐々木君。で彼は今なんかリニアコライダーでなんか、東北地方ですね、なんか結構人気キャラクターになってるみたいですね。それからこの人はですね、写真が嫌いなんで、彼が最後のペーパーを書いたんですが、まあ、こういう写真が嫌いなんでこれしか載せられないということですね。で実際の実験はどうやってかというと、こちらからその朝礼中性子をですね、これ100ミクロンぐらいの薄いですね、そのギャップに送り込むんですね。でこの中で量子化されて、このところでそれを測定するんですが、ここに直接測定器を置いたんじゃですね、レゾリューションが足りないんです。で佐野木君が考えたのは、ここで反射させればまあここで拡大できるんじゃないかということでやったんですけど、最初は失敗したんですね。なぜかというと、この
この丸いやつをですね、上に持ってきすぎて中に潜っちゃうんですね。前反射させなきゃいけない。でこれを前反射させてやったらこう、まあ、非常に綺麗なこういうのができたんですね。でこれはあの、市川君という人はこれ、まあ、これ解析が非常に難しくてですね、我々その量子力学っていうのはよく分かってないんで、どうやってこれを解析したか分かんないんですね。量子力学って不確定性原理っていうのがあるんですね。それをどうやって使うかっていうのは全然分かんない。でところが市川君というのがですね、これはあの、このウィグナーファンクションっていうのを持ってくればいいっていうのを、調べまして、このウィグナーファンクションを使いますと非常にこう綺麗にですねフィットできたんですね。でこれはあの、我々そのフィジカルレビューレーターに出したんですけれども、なかなかですねアプローブされないんですね。っていうのはこの中で一人あの嫌なレフェリーがいまして、そいつがですね質問してくるやつに全部質問して返してもまた新しい質問をしてくるんですね。それをまあ何回も何回もやってですね、こっちはもう完全に怒ってですね、それらしいやつをですねアクノレッジメントに入れたりしたんです。それでもどうもねうまくいかないです。でしょうがないからあのフィジカルレビューレーターにですね、あのエディターに手紙を書いて、あいつはアンフェアだと言ったら、もうすぐその人を除いてすぐやってくる。もっと先にやっときゃよかったと。で何しろ8ヶ月もそれで損しちゃった。で我々がこのペーパーを出した少し後にですね、なんかあの同じようなペーパーがですね、似たようなペーパー出たんです。なんだこんなやつらかと思いましたけども、でも何しろこれはあのかなりヒットしたんですね。でまあ私はあの素粒子物理の国際センター長としてですね、まあエンターテインもしなきゃいけないんですね。これはまあ忘年会ですね。それからたまにはですね、まあこの素粒子センターのセンター長として共同利用共同研究拠点のですね、こういうまあ悪いおじさんたちとですね大人のお付き合いもしなきゃいけないと。まあ、浅井先生もこれをお願いします。それからでここからもうすぐ終わりますが、まあその大型基礎研究のですね役割というのは、要するに基礎研究の役割というのは、まあ我々はどこから来たの、我々は何者か、我々はどこへ、こういったものを追求することなんですが、悲しいことにですね最近はその役に立たないことを自慢できるような時代じゃないんですね。しかしあのこういう科学っていうのはやはりあの人類共通の文化なんで非常に重要だ。基礎のサイエンスは重要なんですね。でまあ政治ですね。で国民の理解がなければ到底できないことで、基礎科学よりもむしろ福祉教育赤字財政の再建などに予算を使うべきであるという意見はまあ当然あるわけです。まあでもバランスの問題ですね。でアメリカのですね巨大加速器を建設中のフェルミ研究所というところにアメリカの議員が来てですね質問したんですね。でこのようなあの装置は国家の防衛にどのように役に立つのかと、まあ、アメリカらしい質問ですね。で当時の所長ウィルソンさん答えていわくですね、基礎科学に対する投資というのは直接防衛には役に立ちませんが、我が国を尊敬されるですね品格のある防衛するに値する国家にすることができると考えますと。かっこいいですね言ってることがね。これを短絡すると国家の品格は素粒子物理の研究だということで、その技術の波及というのがあるんですね。でこれはあの宇宙や素粒子の研究でもたらしていろんな技術があって、例えばこの何の役にも立たないと思われるですねアインシュタインの一般相対性理論を証明するためにですね非常に正確な原子時計を作った。でそれが元になったんで、まあ、GPS とかなんとかできるようになったわけです。で逆にこの GPS がちゃんと働くためにはですね一般相対論が必要になっちゃったんですね今でも。それからあのセルンでですねこの、研究者が、コンピューターを介してですね情報とかデータをこうやり取りしてたんですね。でそれが元になってワールドワイドウェブというのができたんです。それでまあインターネット情報化社会携帯電話などなどができてきたんです。でもちろんこの他にですねアメリカの軍事っていうのがあるんですね。でもまあ軍事っていうのはですねそのまま役に立たない場合が非常に多いっていうのは、要するに軍事っていうのは必ず秘匿されるんです、秘密になるんです。それがまあこういうあの
オープンな研究とは大きな違いなんですね。からもう一つその、まあ、反物質を利用してですね、がんの検査とか、それからがんの治療ですね、こういう粒子線、これはですね、加速器を安く作るという技術でもって、こういうのがですね、どん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 安くできるようになっているんですね。もう非常にだからこういうところにも役に立っているわけです。それからまあ我々そのスーパー、そのリニアコライダーはスーパーコンを使うんで、要するにこういう超電導技術ですね、リニアモーターカー、リニアモーターカーとリニアコライダーっていうのはですね、まあ、非常に似てるけど違うんです。リニアモーターカーっていうのはこれはですね、断合するんです。リニアコライダーの方は断合しないっていうのは、これはまあ分かんないですね。で本当の違いはですね、リニアモーターカーっていうのは絶対ぶつかっちゃいけないです。リニアコライダーっていうのは絶対ぶつけなきゃいけない。これはもうこのジョークは何回言ったか分からないんで、多分ご存知の方もあると思いますが、でまあ我が国のですね、素粒子物理学っていうのはこの湯川先生のノーベル賞からですね、まあその前この西田先生がいらっしゃったわけですが、これからまあ脈々とこう続いているわけですね。ですからまあ我々もこの線に沿ってですね、頑張っていくということでございます。で今日は若い人たちはまあ結構いっぱいいるので、たまには年長者、前期高齢者の意見を聞けということですね。で本当は何が大切なのか、これはまあ私自身の自戒の念も含めてですね、まず一番大事なのがやはりハングリー精神です。何かやってやろうって、そういういてこましてやろうってやつですね。それから次はユニークさですね、独創性、人の真似をしない。それから根底まで突き詰める力ですね。これは混乱したら必ず基礎に戻るということですね。それから失敗の原因を追求すると。喉元過ぎたら暑さを忘れるんではなくて、その暑さの原因を探求せよと。それは正直さですね。知的に誠実であると。まあ、はったりと嘘は違うと。嘘は絶対ついてはいけない。それはもう一つ国際性ですね。英語で話せるだけが国際性ではございません。内容が重要です。それから敵を愛せ。これは一番難しいですね。なるべく喧嘩をしない。あと孫子の標法ですね。これもなんかこれはね、前半だけ読むんです。後半はかなりやばいですから、ね。後半はなんか、トリックを使ってでもですね、人をやっつけろって書いてありますから。で何しろ東京大学理学系研究科の、それから理学部ですね、とりわけ物理教室および東京大学の素粒子物理国際センターの教職員の皆様にはですね、大変にお世話になりました。でまた素粒子物理学のですね、実験理論の研究者の方々にも本当にお世話になりました。まあお世話した部分もございますが、深くお礼を申し上げます。これはまあ最後のスライドです。4月からはですね、都の西北ではなくて都の西北西なんですね。早稲田大学理工学院理工学総合研究所ってところにお世話になります。で何しろ私はこのですね、公募が多分7月8月ごとに出てて、それで10月に面接を受けに行ったんですね。その面接を受けに行ったときにこの格好をして、この緑のネクタイをしてたんですね。ちょうどその次の日がですね、衆議院選挙だったんですね。で緑のおばさんがいましたよね。リベラルを排除した。で何しろ私はそういう既成の政党とはですね、一切関係がございませんと言ったのを受けて、それでなんとか通していただいたということでございます。ですからそういう起点を利かしたユーモアというのは極めて重要でございます。以上でございます。ありがとうございました。すいません、105分、はい。
それではあなたの想定は熊宮研究室の博士課程の大学院生の、小坂一博さん。どうもありがとうございます。素晴らしい。ありがとうございます。ありがとうございます。